はい、それでは安全管理の徹底ということで安全管理の説明をしていきたいと思います。まず、ゴーグル、アイプロテクションについてですね。アイプロテクションについて、指定します。インストラクターの方から指定があります。外してください、つけてくださいということで、絶対に守ってください。その時の動作を、ちょっとやってみたいと思います。それではゴーグルオン。 OK OK OK。はい、これで、ゴーグルオン、全員が、確認してください。確認して、このまま射撃に移るわけですが、射撃が終わって、ゴーグルを外す状態ですね。本来ちょっと今、後でまたやりますが、銃が、ロードされていない、チャンバーにも入っていない状態を確認して、指定された場所もしくは、まあ、安全な方向で保持したまま、ゴーグルを外す動作に移ります。それでは手を挙げて、自分は銃クリアだよ、 OK だよ、もう撃てない状態だよっていうのをアピールしてください。全員が手のひら見えた、そしたら OK、 ゴーグルオフで外してもらって結構です。それでですね、続きましてこう銃の基本的な取り扱いをやっていきたいと思いますが、トレーニングで使うエアガンは全て実銃と思ってください。そしてロードされてない、装填されていない状態、マガジンが入ってない状態ですね、マガジンが入っていない状態であっても、常に、入っているものとして扱ってください。まあ、電動ガンでもありますがチャンバーに、弾が残ってたりとか、もちろんクリアはしますがもしかしたら残ってるかもしれません。常に入ってるものとして扱ってください。でですね、その次に、マズルコントロールと呼ばれるものがありますが、標的ターゲットですね、それ以外のもの、壊したくないものには向けない、ターゲット、まあ、撃つ標的以外は絶対に向けないようにしましょう。もちろん自分自身もそうです。今、ストレートで自分にも人にも向いていない状態ですね。そうですが、ちょっと、わざとやってもらいましょう。今自分のつま先ですね、つま先に、銃口が向いてしまっています。人に向けてなくても、これでは自分で足を打ってしまう可能性があります。これもマズルコントロールの一環で自分にも向かないように気をつけてください。でちょっとまた戻して、こういう状態ですね。まあいろいろ、レディーポジションありますが、基本的に、まあ、この状態であれば、誰にも向いていない、自分にも向いていない、これをマズルコントロールを気をつけていただきたいと思います。またですね、今トリガーに指がかかっていない、状態、見えると思いますが、標的ターゲットを捕捉して、照準を合わせるまでは絶対に引き金、まあ、トリガーに指をかけないこと。今、こういう状態ですね。今そちらからだと見づらいんでこうやりますが、トリガーに指はかかってませんが、こっちから見ると、皆さんから見ると、見づらいですよね。かかってるかかかってないかよくわからない。こういう場合もっと意識させましょう。このぐらいですね。今こうやってます。長物の場合でもそうですね。今トリガーを確実に指は入ってないよ、この状態を、自分の体指で覚えておいてください。打たないときは確実にここに来るように、意識してください。またですね、射撃時、標的の標的、ターゲットの前後ですねを確認して、確認することを常に意識する、こういうことですね。ちょっと試しにやってみましょう。今この間にターゲットがあるものとします。撃とうとします。しかし、ターゲットの後ろに人がいる、もしくは、撃ちたくないものがある、この状態で撃ってしまうと、ダメなので、
これを意識させてターゲットの後ろに、打ってはいけないものがある、人がいる場合は打たないっていうことを気をつけましょう。もちろんこの場合逆光ですね、ターゲットの前に人がいる、味方がいる、そういう場合も、確認してから打つということを入れることによって、誤射が少なくなります。打つ前にはターゲットの前後を確認する、そしてから、打つ、これを意識してください。使用しない銃および休憩時には、マガジンを抜きチャンバーをクリア、そして、セーフティーをかけられるものはセーフティーをかけるということを徹底してください。これをアンロードと呼びますが、ロードの反対ですね。まずちょっと一回、人とやってもらおうと思います。それではご苦労。ロード。ロードします。ロードします。はい。これで、今装填された状態ですね。常に撃てる、すぐに撃てる状態に今、銃がなっています。これを解除するために、次の動作、もちろんこの本来のトレーニングであればこの間に射撃が入るんですが、そのまま流れでいきたいと思います。それではアンロード。アンロード。はい。でこのように、銃をクリアしていただいて、これでアンロード完了です。また休憩に入るときは指定された場所等に置く場合もありますし、そのまま、銃を保持してもらう場合には、先ほども言った通り、マズルコントロールですね、銃口の向きに気をつけて、常に保持していてください。